スコット・ウィリアム・ブルックスは、アメリカ合衆国カリフォルニア州出身の元、プロバスケットボール選手で、その後は指導者。NBA のオクラホマシティサンダー、ワシントン・ウィザーズで、ヘッドコーチを務めた。1988年に NBA 入りしたが、数チームを渡り歩くジャーニーマンだった。しかし各チームで控え、PG を黙々とこなし、 90年代半ばのヒューストン・ロケッツの優勝を経験している。1996から97シーズンは、ロケッツ時代に NBA ファイナルで対決したニューヨーク・ニックスでもプレーした。その後、カブリーグでプレーした後に引退し、コーチに転身した。カブリーグのアシスタントコーチを務めた後、2003から04シーズンに、デンバー・ナゲッツのアシスタントコーチに就任。 その後サクラメントキングスのアシスタントコーチを務めた後に2007から08シーズンからシアトルスーパーソニックスのアシスタントコーチに就任。翌シーズンから本拠地移転に伴いオクラホマシティサンダーとして再出発した2008から09シーズン途中に解任された PJ カーリシモの公認としてヘッドコーチに就任した。2009から10シーズンは最優秀。 ヘッドコーチ賞を受賞。2011から12シーズンにはチームを NBA ファイナルに導いたが、レブロン・ジェームズらスリーキングスを擁するマイアミヒートに敗れた。その後もレギュラーシーズンでは好成績を収めるものの、プレーオフでは勝ちきれないシーズンが続き、2014から15シーズンは45勝37敗ながら、 プレイオフ出場を逃し、2015年4月22日に解任された。2016年4月22日、ワシントンウィザーズのヘッドコーチに就任。2016から17シーズンはヘッドコーチ就任1年目ながら49勝33敗の好成績を残し、プレイオフに導いた。ありがとうございます。